皆さんこんにちは。ようこそドラスコ TV へ。私ドラスコ代表藤岡です。今日もよろしくお願いします。ということで今回はですね、スネアの奏法の一つであるオープンリムショットという技のご紹介をしたいと思います。でまずこのリムショットの、オープンリムショットのリムというのはこの枠のことをリムと言います。で、それでこのリムとこの打面を同時に叩くことをオープンリムショットと言います。一回やってみますね。こういうようなサウンドになります。まあ、ちょっと比較するためにリムショットをせずに普通にね打ってみたいと思います。じゃあリムショットにしますね。というようにお聞きになってね、分かる通りかなりサウンドが違います、ね。直接ねこのリムを叩くことによってシェルが直接振動するので、今聞いてるみたいに音の立ち上がりが速くなったりして、あとはアタッキーになりますね。なのでこれはスネアの奏法の一つとしてぜひ覚えておいてもらいたいと思います。でまあ普段どうやって使うんだっていうふうになると思うんですが、まあ好きなように使ってもらえばいいんですが、一応まあよく使われる奏法としてはロック系やポップス系のドラマーの人たちはリズムパターン打ってる時にもうリムショット、オープニングショットで打ってるんですよ、ね。それをすることによってね、リズムパターンがドターンドンターンっていう感じじゃなくてドンパンドンパンっていうような感じのサウンドに、なるので、そういうような風に打ちたいっていうね、ロック系とかポップス系とか結構多いと思うんですけど、そういう時に対応してます。なのでちょっと、やってみたいと思うんですけど、リズムパターンでね、まず普通に打ってみます。っていう風になりますね。じゃあちょっとオープニングでやってみますね。というようなサウンドの違いになったりするので、リズムパターンの練習を、リズムパターンをしながらまずこのリムショットを打つ練習をした方がいいかなと思います。ということでオープニングショットでした。で、あとはこのオープニングショットと反対にの反対にクローズリムショットっていうのもあるんですよ。まあ、正式にはリムクリックというんですが、まあ、バラードとかで使うよね、こういう風にやる奏法ですね。これの動画もありますので、URL は下に貼っておきますので、こちらの方もよかったら見てください。ということでオープニングショットでした。